ツインドームバトル決勝戦 3-2-1 ゴーシュー。すごい、パワーは互角だわ。行け、ペガサス。おっと、いきなりペガサスの猛攻撃。このまま決まるか。だがなんだ、攻め込まれているはずなのに奴のあの余裕は。白き心、天魔の翼持て。新たな世界の扉を開く。投げ！ペガシスがパワーで押されている。トラックよ、ソルブレイズのトラックに秘密があるんだわ。ソルブレイズはトラックをスライドすることでディフェンスタイプからアタックタイプへの切り替えが可能なんだわ。今まではディフェンスタイプでわざと銀河に攻めさせていたってこと？まるで銀河の力を測るかのようにね。このままじゃまずい。ペガス！いけー！ペガス！接近戦から一転、スピードを利用してのアタック。あ、消えた。まだだ。もっとお前の力を見せてみろ。なんなのあのベイ。予測不能な動きを生む炎のような形状のクリアウィールと、角度によって強烈な連打攻撃を可能にするメタルウィール。こんなベイ見たことないわ。お前の力はこの程度か。冗談だね。今度はこっちの番だぜ。必殺天元テレゼンスターゲイビア。見つけた、求めていた天魔の翼。迎え撃て、ソルブレイズ。なんだこれは。必殺戦技の体勢に入っていたペガスス、これはかわせない。自ら炎の渦に突っ込んでいく。ペガスス、うわぁ、灼熱天技ブレイズエグゼテスキー。なんと、勝ったのはヘリオス選手だ。